定型発達とは発達障害でない人々を意味する用語である。英語圏における神経学的提携に概ね対応する。後者は英語圏の自閉コミュニティにおいて自閉スペクトラム上にない人々のラベルとして広く用いられている造語であり、その起源は自閉者のセリフアドボカシー団体であるオーティズムネットワークインターナショナルである。自閉コミュニティにおける 当初の使用法では、それは自閉でないか、または自閉に似た脳を持つ類縁者ですらないような、すべての人々を指していた。すなわち、自閉的な脳を持たない人々を指していたのである。例えば、自閉的な傾向性を持たないが、学習障害である人々は、この用法では、定型と呼ばれる。当初の用法を表した、オイラーズ。灰色部分が定型を表す。 学習障害の一部が定型に含まれる。しかしながら、この用語は後に厳密に定型的な神経系を有する、すなわち明らかな神経学的才を持たない人々を指すものとして狭められた。この新しい用法においては、先の例のような人々は定型と呼ばれない。新しい用法を表したオイラーズ。当初の用法よりも灰色の範囲が狭くなっており、 学習障害は定型に含まれない。還元すれば、これは自閉症、発達性強調運動障害、注意欠陥、多動性障害といった発達障害でない人々を指す。この用語は後にニューロダイバーシティ運動と科学コミュニティの両方に採用された。最近では、どんな種類の精神障害の人々も先天性であれ、後天性であれ、 しばしば神経学的提携のラベルから除外される。その意味で、神経学的提携という用語は、現在では神経学的多様あるいは神経学的否定形の会議語と考えられる。校舎の用語は、気分障害、不安障害、帰離性障害、精神病、人格障害、接触障害といった多様な精神障害や行動障害である人々を含むような、 包括的な語である。ニューロダイバーシティや、障害の社会モデルに従うとき、また派遣的な障害の医療モデルから距離を置くとき、これらの症状自体は、神経学的多様性と呼ばれる。つまり、所与の社会的、医学的な規範、標準から離れた神経タイプと言われる。自閉コミュニティにおいて用いられていた、最初の意味での神経学的提携という語はエリザム。 あるいは、ティピケルにとって変わられた。これはおおよそ、神経学的提携が当初持っていたのと同じ意味を、持つ。これらの語は、自閉症でも他の広範性発達障害でもない、人々を指すもので、失語症など、その他の神経学的否定形成を有していてもよい。全英自閉症協会はジャーナリストへの勧告において、神経学的提携という語を使用することを推奨している。 ありがとうございます。